5、4、3、2、1、コンタクト。第12素体、規定深度まで到達。境界接触値は 0.003 から 0.0051。安定しています。照射魔素量は2万から3万ラドレムの安全域の推移。時空湾曲推移、問題なし。境界からのフィードバック、ありません。続いて、第8フェーズに移行します。ここまでは順調か。では、12から24フェーズまではカット。湾曲推移が誤差3以内なら、29から36もカットしよう。このまま一気に精錬まで持っていく。了解。第12から24フェーズをカット。素体の頻度を500下げます。主任、いささか請求なのでは？構わんよ。47回もシミュレートしたのだ。おかげで第11素体は使い物にならなくなったかね。それに、そろそろ結果を出さないと。第7機関がうるさい。目標深度まであと200。シェオルの門の開放、本当に実現するのでしょうか？そのためにここまでやったのだ。今さら後戻りはできん。先に精錬を成功させれば、我々は強大な力を手に入れ優位に立てる。そうすれば統制機構なんぞに従う必要もなくなる。まあ、これは上の奴らの考えだが、私は純粋に錬金術師として、科学者として、この門の先にあるものが見てみたい。自分もです。目標深度まであと100。構成障壁展開、数値安定、誤差 0.5。 安定しています。前回の不安定さが嘘のようですね。目標深度到達、構成障壁、安定しています。続いて第42フェーズに移行。構成障壁一部解放。接触値を 0.001 に。照射魔素量を7万5000ラドレムに増加。オールフィー、誤差すべて想定内です。精錬開始。精錬開始します。さあ、我々に見せてくれ、この世界の断り、青の力を。第1弾で繭の生成を開始しました。おお、これが空間効果、時の繭か。どうした？精錬は実行中、釜は全て正常です。施設上空に異常魔素濃度検出。6000、8000、12000、数値が止まりません。な、何？濃度、なおも上昇。38000、42000、58000、72000。このままでは空間濃度の臨界を超えます。まさか統制機構が？ありえん。いくら統制機構でも一定空間にこれほどのマスを集約させる技術などあるわけがない。至急集約点を割り出せ、最優先だ。空間濃度10万を超えます。できて、精錬実験中止。全ての電源を落とせ。了解、電源を落とします。主任、電源が落ちません。なんだと。おい、機関の連中はどうした？至急上に連絡を取れ。くそ、こんな時に奴らは一体何をやっている。集約点大作業、ポイントは A の1。嘘、イカルが直上。高度36000地点です。バカな、衛星軌道だと。